ただきそうですよね。今日もやっていくんですけどね。今日は、めちゃくちゃね、強い。本当にね、何に動画出るね、最強デッキを持ってきました。ということでね、デッキはこれですね。遅延スケラ。遅延スケラなんですけど、俺さっきまでね、沼ってて、6900ぐらいまでね、言ってたんですけどね、バチコーンって連勝して上がってきたんですけど、さっき負けちゃったんですけどね、これ負けてる試合に共通点があって、ごぼうり出した時に、こうトルネでね、キング起動されるんですよ。まあ、そうすると、まあさすがにね、3600をスケラー、キング起動された状態で削り切ることはできないので、まあですが、これ激うまペッカでしたね、激うまペッカ。激うまペッカとトルネキング起動以外には勝てるとね、いったところでね、最強でやっていきたいと思います。よいしょ。なんですけどね、いや、最近こう、毎日ね、出社してるんですけど、今日もね、結構危うかったんですよ。本当に、こう、最近暑いんで、マジで家帰ってきた時にね、何もしたくなるわけで、したくなくなるんですよ。だからね、今日もね、動画ね、サボってやろうかと思ったんですけど、まあね、この強い意志、強い意志でね、乗り越えていきました。もう今日からね、一日たりともね、欠かさずに、やばいってそれ。で、こういうところにごぼうりを出した時に、やべ、音でけ、キング起動されるんですよね。まあ、ただ、コウモリ取るねっていうのはさすがにないと思うんで、あったらマジ、ぶち切れちゃうんですけど、僕。え嘘でしょ、あ、びっくりした、マジで。もうトルネのタイミングだったから、マジでもう、暴れてやろうかと思ったっすね、今。さあ、とりあえずこれ真ん中に出して、よいしょ。いや、これ、出さんとダメだな。よいしょ、引き殺していく。さあ、ここ。さあ、ここなんですけど、相手は多分、これいつをコウモリ、いや、そんな意味ないか。2枚しか咲いてないもんな。まだ、ちょっとこれザップとかで、アイゴレか。回して、トルネで起動しようとするときに、後ろにコウモリつけてくると思うんですよ。これ来るな、多分。で、こうコウモリ来ると思うんですね。俺的に。俺的観測からすると、もうコウモリ来るんで。いけ！あー！いい！ノーダメキング起動来ました。で、次に、このね、ゴブ折りも、ないターンでもしかしたらね、高回転で回したホグが来るかもしれないんで、うわ、ここ。いや、これ絶対目がないってきますね。いやらしいな。やだな、やだなって感じなんですけど。とりあえず、ここね、アイスウィズ出して、来ねえの？マジか。これをぶちしばいていくって感じか。うわ、やられた。それはちょっと、頭いいっすね、今の。IQ プレイですね、今の。さあ、とりあえずね、ここね、後ろからベビドラ出していって、ここでね、気合を入れて防衛していくと。まあ、クラロ当たるもんね、やっぱり気合がね、一番大事なんで。気合がないやつが負けるゲームなんですよ、このゲーム。そう、もうレベルとかね、PS とか関係なく、気合で全てをね、乗り切るゲーム。いや、いけ。よし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 。さあさあさあ、こういうゲームです。はい、OK、ノーダメ。OK。で、これで2倍タイム入ってからが、スケラのね、本調子ですね。2倍タイムになって、何？エリクサー2倍になったら何？ 2 倍ぐらい強くなるのって思った人いると思うんですけど、ね、もう2倍どころじゃないですね。このデッキはね、本当にもう5倍ぐらい強くなっちゃうんですよ。本当に。2倍タイム入ったら何でもありになっちゃうんですね、このスケラ。なんで、ごぼうり置いて、まあ、こう来るじゃないですか。もう、来るわけですよ。キング起動してるのにね、こうやってホグを飛ばしてくるね。あ、かわいいね、このホグって言ってね、こう、しばきながら、え、こいつ待って、自陣入ってない。やばい。俺、このインドラマジ苦手なんですよ。やっべえな、これ、ちょっとやばい。これ、スケラ打ちます。なぜなら、これはね、インドラを、溶かされると、インドラじゃない、このナイトをインドラにタゲ取られちゃうとね、溶かされちゃうんですね。そう。なんで、一回ね、ここ、ステイサム。一旦ステイサムです。やっべ！ここはキングにしてあげましょう。よいしょー！オッケー！さあ。ただね、これ、いや、待ってください。2倍タイムに入ったら5倍強くなるんですけど、このデッキね、実はもう一回、強くなることがありまして、3倍タイムに入ると、マジもう、50倍ぐらいになるんですよ、強さが。もう何でもありになっちゃうんでね。3倍まで一回待っていきたいと思います。まあ、このデッキね、やっぱガン芋っていうね、この、芋って相手に攻めさせて攻撃するっていうね、まあ、陰湿なデッキになってるんでね。さあ。やべえ、ここ。まあ、このようにしてね、まあ、自陣にこうユニットを貯めるわけですよ。で、こうやって守ってたらいつの間にか、あ、形が作れてたって言って、スキラをね、こういうところで3倍タイムだったらね、今のもう2体ぐらいね、ユニットが多いといったところでね。さあ、相手はね、まあ、5ザップぐらい、アイスウィズに5ザップ打つことぐらいでしか削れないと思うんですね。そう。まあ、そんなことはね、俺もね、100もね、200もね、300も承知なんですよ。なんで、ここで、オッケー来た！
来ました。しかも相手が攻めたタイミング、いやーこれ来ましたね、来たね、来ちゃったよね。さあここ攻め取るねをかませーって感じでね、はい、やってあげて、ここねアイスウィズ二重重ね、まあ、アイスウィズをね、2体出すので何が起きるかってね、遅延効果で別に2倍になるわけじゃないですけどね、なんかいいといったところで、やば、なんかスケロずっと光ってんだけど、怖え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 、なあ、それやばいそれやばい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 、負けんじゃないワンちゃん、ちょっと待って、いやいい、ここ守って最後にバチバチにギトギトに決めちまいましょう。嘘でしょ、負けんのこれ。来た来た、カットカットカット。いやー、いや、余裕でした。ぶっちゃけ、ぶっちゃけ余裕でした、正直。いやもうね、3倍までね、持ち込んじゃったらね、もうこっちの勝ちなんでね。最後、最後マジで、俺3000、こっちがタワー2500で、あっちが3000まで終わってる時に、残り10秒まで相手3000ぐらいだったんですけど、そのね、10秒間でね、1900ぐらいまでね、削って勝つことができましたね。まあさすがに余裕でしたね。まあやっぱホグ対トルネなんで、まあ余裕だったんですけど、あーいやでも待てよ、待てよ、待てよ。いや、これね、相性悪かったんですよ。相性悪かったんですけど、ね、やっぱインドラとメガナイト、そしてギャングコウモリとね、やっぱスケラの受けもギャングコウモリでしつつ、やっぱね、この遅延対策にね、インドラも積んで、そしてね、ナイトとか、アイスウィザードの受けに積むメガナイトもバーンっていう感じのね、まあ相手のね、もう相性最悪、まあ相性最悪でした。ただね、やっぱ、ここと、この強さでね、乗り切っていったっていう感じですね。まあこのデッキね、本当にね、ごぼう力起動さえされなければ絶対負けないんですよ。絶対負けないんで、あとはこのね、よりどんだけどのくらいね、本当により陰湿にプレイするかっていう感じですね。もう陰湿に芋って芋って芋ってもね、隅っこで、教室の隅っこにね、いるっていう感じをね意識するとより楽に勝つことができます。さあただね、このデッキクロスがねめちゃくちゃきついんですよ。そう、クロスに関しては、トルネが入ってなくてもね、めっちゃきつい。あとね、ラバルか、ラバル。ラバルは無理、無理っす。アイスウィズとベビドラだけでね、相手は、インドラと、スケドラと、ババいるんすよ。もうね、スケラ受け豊富だし、攻撃の形もめちゃくちゃ強いし、みたいな感じで。で、こう、アイスウィズ出したら、ディガイアナムとかでね、消されちまうわけなんで。結構ね、ラバルは無理。ラバルは無理で、まあでも、気持ちさえ強ければ何でも勝てます、正直。クロスにはね、でも立ち回りがあるんですよ。絶対にスケラを打たないで、残り10秒までスケラを打たないですね。クロスに対しては。うん。で、それで残り10秒になったら、このスケラを打つっていう感じで、最後にね、打ち逃げっていう感じの立ち回りがあるんで、ね、ぜひ学んでいってほしいんですけど、遅延スケラはね、基本待ちなんで、今相手がね、動いてこなかったら、まあね、紙芝居でもしながらね、待ってやろうかなと思ったんですけど、まあ相手が動いてきたんで、ババゴイ当たるわってことは、エリゴレかスケラっすね。まあ、大体の民が、まあ、スケラなんですけど、まあ、俺って結構こう、エリゴレに芝刈りやすいみたいなとこあるじゃないですか。なんでね、俺はこの相手のガン待ち具合からしてね、ちょっとね、嫌な香りがしますね。くっせえエリゴレの匂いがしますね。あいつらくっせえんすよ、本当に。とかね、あんま俺は言わないんでね。そういう、なんか人の悪口みたいな、あんま言いたくないんでね。言わないんですけど。さあ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 、ここ。いやー、スケラやん。なんですけど、やっべえ、これ。ちょっと待って、アイスウィズ、タゲ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 、いてえ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 、やべえ、これ、ちょっと待って、マジじゃねえ、これやば、しかも、サイクルも最悪っていう、最最ですね。やべえ、マジかよ、これ。いや、待って、これ、相手、やっちまってますね、これ。ババガイドかぶれ、来い、来ねえ。これね、ポイズン、マジ打たないですか、死にますよ、それ。いいんすか、死んでもらっていいですかっていう感じなんですけど、いや、これバッチコリ入りますよ。まあ俺が打ったね、スケラなんで、まあさすがに、ね、入りますよね、そりゃ当たり前ですよね。さあさあさあ、ここはですね、まあ一旦待ってね、こう精神統一しながらね、この魔法陣をね、組んでいって、うわあ、そっちに展開してくれる美味しいパターン、それはありがてえ。こっちに展開してくれるとね、俺がよりこっちに展開しやすくなるんですよ。で、こっち側、攻撃してきても、これ無視っすね。守れないんで。守れない、時は、こう、魔法の言葉があるんですけど、
許容。許容って言いながら守れない攻撃はね、守らないんですよ。そう。まあ、クララにはね、そういう技術がね、やっぱこの4年間、やべ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 。やばい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 、お前ちょっと待って、マジじゃん、もうそれマジで言ってんの。ああ負けちまっ、いや負けてない、これ負けって言う思ったら負けなんですけど、これ実は負けてないんですよね多分。これを負けずに、これはまあ引き分けとしましょうか。結構まあスケラ対スケラだったんでね。まあまあまあ、ここはね、受け入れましょう。受け入れましょうか。まあ、これにもね、まあ、クロスと、まあ、なんだろうな、トルネと、まあ、このね、ジェネラル・ヤングにも負けるよっていう感じなんですけど、3戦目やっていこうと思います。まあまあ、さすがに、あれはちょっと抜かりましたね。アイスウィズとベビドラを同時に切ったら、それ逆サイ、スケドラスキャラ来ますよ、という感じなんですけど、まあ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 、さすがに次は負けませんね。次は負けない。うん。なんて言ったってね。やっぱ気持ち、強い気持ちがあるんで、ね。いやー、今日さ、まじ聞いてくださいよ。会社行って、こうなんか、お、来た、え、やば、来た、これはサムネになる。サムネになるぞー。これ切り抜いて、ここ切り抜きますからね、俺は。やったぜ。やーぶねー、今日の動画、まじどんなサムネにしようか悩んでたんですけど、もうみかん坊や、バーンっていいっすね。みかん坊や、潰したったーで。行きましょうか、今日の動画。みかんジュースにしたったで行きましょう。いやー、おっと、ロイジャイですか。はー、ロイジャイですかーってね、キッスさんもびっくりしてると思うんですけど。さあ、ここね、後ろから。やべ、俺。これ後ろからね、ベビドラ出していって、びっくりキッスさんといったところですね。さあさあさあ。おい、ロイジャイ待って、今の。レギュレーション違反じゃないですか、今。さあ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 。これいけるいける。いや、いけねえか、これ。スケドラ？エレックパターン。いや、エリナシですよね、これ。エリナシの民ですよね、これ。えい。あ、よいしょ。あ、よいしょ。あ、よいしょ。いやー、ミカンさん、これ痛いんじゃない？痛いんじゃない？今、これ。こうやってやってる、多分。いやー、これはね、ミカンさんね。いやー、すいません。ちょっと本当に。いや、みかんさん、申し訳ない。どうしよう、これ、勝っちゃったら、俺、次、みかんさんと会うとき、どんな顔しちゃえばいいんだろう。やっぱ、あんなにお世話になったみかんさんなんですけど、いや、これだって、勝っちゃったらさ、みかんさんのメンツが、いや、とかね、言わないですよ、僕は。やっぱ、真剣にね、正々堂々と、戦っていくことによって、さあ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 。まあ、みかんさんにはね、この前、ちょっと焼肉をね、おごってもらったんで、まあ、ちょっとだけね、ほんの少しだけ手加減してやろうかな、このみかんがっていう感じなんですけど。まあね、そうは言ったものの。よいしょ。いやー、美味しい美味しい美味しい。いいの？みかんいいの？倒しちゃっていいの？みかんいいんか？いや、ちょっとみかん。みかん、ごめんな、ほんとに。やーぶね。ちょっと待って。これ、際で。いや、次に、でも、ごぼうりに守れるんで。ごぶ盛りでね。KK がなぜかね、ごぼうりのことずっとごぶ盛りって言って聞かないんですよね。さあ、ただ、この遅延スケラの強みとしてはね、あるんですよ。一つ。で、まず、このアイスイーズとこいつをくっつけない。なんですけど、遅延スケラの強みとしてね、いつでもこの同サイドにね、展開することができるんですね。さあ、さあ、これは止まるのかな、みかんくん。みかんくん、止まるのかな、これ。いやー、みかんさん。いや、みかんさん、頑張れ、みかんさん。ボーイ、頑張れ。みかんさん、頑張って。ボーイ、頑張って、みかんさん。みかんさん、え、これ、受けれる？あ、いや、うまいね。みかんうまいじゃん。やるじゃん。さあ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 、これね、タルババ出していって。よし。いやー、これもう一回、後ろから陰室に行きます。やっぱね、俺といえば陰室といえば俺って言ったところなんで、ね。さあ、すごい、後ろからね、展開してきたらね、もう止まりませんよ、これ。よいし
まあ、あいつがね、何をしたってあいつが引っ張ってくれるんで、ヒョイっていう感じで避けてくれるんですよ。今こう、ファイブを打ったんですけど、ヒョイって避けてくれて、おー、みかん、みかん、大丈夫か、みかん、これ守れるか、みかん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 、ちょ、待って、みかん、お願い、お願い、守って、守って、みかん、みかん、あ、危ない、危ない、みかん、危ない、危ない、ちょ、待って、いや、落ち着きましょう。まだ、こっからわかんないですから、勝負っていうのは、ここからですからね。ねえ、みかん。さあ、ここ、五分盛りいきます。盛り。多分ね、これ、盛りってやるからね、五分盛りって言ってるだけなんですけど、KK は。さあ、みかん、頼む頼む頼む、うわ、マジかよ、嘘だろ、うわ、マジか。いやー、みかんさん、ちょ、グッドゲームっす、マジで。ほんとに。いや、この前、ほんとにお世話になりました。マジで。あの焼肉怒ってくれたこと、ほんとに一生忘れません。もう、みかんさんにはね、足を向けて、もう寝れないっていう感じなんですけど。いや、すいません、ほんとに。いやー。ごめんなさい。29いただきます。29だから許してね。よいしょ。っていったところでね、今日はね、今日の動画はこの辺で終わりたいと思います。やべえ、マジで俺みかんさんにどうしようかな。次やった時この動画、俺あんまみかんさんに本当に結構強めに言ってしまったので、この動画みかんさんに見られたくないので、皆さんあんまりね、この動画上がった時にはみかんさんにこうね、内緒にしててください。いつもはこうみかんさんにね、教えてくれる方とかもいるんですけど、来季は動画上げてたよとかね、言ってくれる方もいるんですけど、今日だけは本当にちょっと、あんま言わないでください。って感じでね、今日はこの辺で終わりたいと思います。またね、次の、動画でね、明日もね、絶対に、強い意志でね、毎日投稿したいと思うんでね、ぜひ、まだね、登録してない方はね、チャンネル登録と、そして高評価と、そしてね、まあ面白かったよとかね、言う人はね、コメントとか残してくれてね、嬉しいですね。ということで今日はこの辺で終わりです。また次の動画で会いましょう。バイバイ。